こんな感じで、この定義とか定理ですかね、みたいなのが全部こうまとめてある。この単語カードをテスト前に何週もやって、覚えた単語カードをどんどん捨てていくのね。皆さんこんにちは、みよりんです。今日はですね、5教科のテスト勉強法についてお話ししていきたいと思います。中学生の子にも高校生の子にも参考にしてもらえるような内容にしたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それから1個、お知らせで、先日ですね、YouTube のコミュニティ欄でもお伝えしたんですが、みよりんカフェの視聴者さんたちが情報交換をできるような LINE のオープンチャットを作りました。説明欄に URL を貼っておこうと思うんですが、今ね、皆さんすごいたくさんの方が参加してくれていて、質問をノートに投稿して、みんなでそれに答え合うとか、勉強やるぞ宣言をして励まし合うみたいなことをみんなしてくれてて、LINE のオープンチャットって私自身実は初めて使ったんですですけど、表示名とかアイコンとかをチャットごとに変えられるので、見バレとか別にしないでこう参加ができるようなチャットになっています。初めて入ってくださる時は、入ってもらうと大事なノートってところにいろいろ使い方が書いてあるので、そちら見てから参加していただければと思います。ではまず英語のテスト勉強法からお話ししたいと思います。英語のテスト勉強は主にポイントが3つかなって思ってて、1つ目は英単語です。私は高校の時は授業でやった英単語は全部英単語カードにこんな風に書き出していました。この単語カードをテスト前に何週もやって、覚えた単語カードをどんどん捨てていくのね。そうすると覚えてないカードが残っていって、最後それがゼロになるまでやるみたいなことをしていました。それから2つ目としては文法ですね。文法もすごく大事なので、多分英文法のワークとか学校であったりすると思うんですけど、それはちゃんと何回も解くっていうのと、その文法をちゃんと使いこなせるようにするっていうのは大事かなって思います。例えば There is 構文とかが出てきたら、それで例文を作れるようになるぐらいにしっかり覚えるということが大事です。それから3つ目なんですが、教科書の内容の把握ですね。具体的に言うと、私は何回もね、音読をすっごくたくさんしていました。でポイントとしては、ただ音読するだけじゃなくて、CD みたいな音源があったりすると思うんだけど、それを何回も聞いて真似しながら読むと、教科書の内容は全部自分で訳をできるようにするっていうのがゴールだと思っていたので、私は教科書の英文を目で見て、で口で日本語訳を言う、でそれを録音しておくっていうのをしてました。でその録音を聞きながら、授業中にメモした訳と照らし合わせて、あ、ここ間違えてた、ここ合ってたっていうのを確認してました。こんな感じで、私授業ノートはここに英文があって、それでここに自分の訳があって、この青い部分は先生が言った言葉を聞いて直した訳なんだけど、私は英文を見て自分の訳を言って、これと合ってるかどうかっていうのを確認していました。それからこの授業ノートの見返すってのはすごい大事だと思ってて、まあこれ前にも紹介したことあるんですけど、私は授業中先生が板書してくれたことのうち、もともと知ってたなっていうことは緑のペンで書いてたんですね。で先生の板書のうち初めて知ったことは赤で書いてたんだけど、時間がない時はこの赤いところだけを見るようにしてました。で、時間がある時は緑も見てチェックする、まあ、できれば緑もねチェックしといた方がいいかなっていう感じで、授業ノートの読み返しっていうのをしてました。続いて数学です。数学は、とにかくたくさんの問題に当たるっていうのが大事なんだけど、まず一個言えるのは、特に中学校の数学の時は、私は公式とか定理っていうのをしっかりこう見返すっていうのをしてました。実際ノートとかプリントが残ってるのちょっとご紹介するんですけど、こんな感じで、定義とか定理ですかね、みたいなのが全部こうまとめてある。実はこれっていうのは高校受験の時もこれだけ持っていけば本当に OK っていうぐらい役に立ちました。こんな感じで、この定理とかをしっかり確認するっていうのを毎回やってたかなと思います。定理とかを自分でね証明できるようになるところまでやるっていうのをしてました。で、あと教科書とかでこういう問題とかいろいろ出てくると思うんだけど、これは基本的に全部解くようにしてたかなと思う。ワークとかねっていうのは全部解けるようにしていました。あと大事なのは、やっぱり疑問を残さないってことがすごく大事なので、
問題を解いていて、あれなんでこれってこうなるんだろうとか、なんで自分の答え違うんだろうみたいなところがあったら、迷わずちゃんと先生とか友達に聞いて、それは解決、テスト前までに解決しておくことが大切だと思います。続いて国語ですね。国語は現代文と古文漢文で結構やること違うかなと思ってて、まず現代文に関してなんだけど、一番大事なのは授業ノートを見返すことだと思います。私は授業中になんかこの部分どうして登場人物はこうなったのかみたいなのさ、授業でやったりするじゃない。そうするとそれを問題にして、 Q みたいな感じで問題にして、でいろいろみんなで考察して、これが答えだよねみたいな先生が多分最後言うと思うんだけど、その答えを赤シートで隠せるように赤いペンで書いて、それで赤シートでテスト前に隠して覚えるみたいなことをしてました。あと音読も結構してたかな。特に中学生の時はテスト範囲になってる部分の本文はすごい何回も読んでましたね。あと漢字だよね。漢字はね、とにかく書いて覚える、見てても覚えられるものじゃないので書いて覚えてください。でそれでもなかなか覚えられないっていうものは、書いて壁に貼ったりとか、あと紙に書いておいて、それをスマホの待ち受けにするとかっていうのも一つ方法としてはあります。で次、古文なんですけど、古文もとにかくたくさん音読することが大事。音読のゴールとしては、本文を読みながら現代語訳の意味を頭の中で言えるところまでっていうのがゴールだと思ってます。私はこんな感じでノートを取ってたんですけど、この本文を読みながら現代語訳を言えるようにするっていう感じで、現代語訳を自分で口で言ってみて録音して、それとこのメモが合ってたかどうかっていうのを確認するっていう自分の中の口テストをしてました。あとね、これ見てもらうと分かるんだけど、品詞分解を絶対するようにしてて、本文全部を品詞分解できるようになるのがゴールです。で私は品詞分解のマークを決めてて、助動詞はこういう風に四角で囲って、これ終止形だから止まるって書いてあって、これは意味としては過去ですよねっていうのと、あとは助詞の場合は三角でつけるみたいなことで、ちょっと字がこの時汚くて申し訳ないんですけど、副詞は横に棒線で副詞って書くみたいな感じで決めてました。なので、これ全部の本文全体に関してやるっていうのをやってたかな。これやっておかないと結局文法が分かったことにならないので、必ずこれをやるようにしてました。そういう意味では多分古典文法のワークとか学校のあったりすると思うんですけど、それは必ずしっかり解けるようにしておく。でもし学校指定のやつなかったら、この辺の参考書が、参考書とかワークが私は個人的におすすめです。あと古文単語ですね。古文単語も基本出てきたやつは全部わかるようにしておかないといけないので、もし必要があれば英語と同じように単語カードにしてみてもいいと思います。それから漢文なんですが、まず返り点とかがついているもの、教科書多分ついてると思うんですけどっていう紙と、それから白文、白文っていうのは返り点とか一切ついてない漢字だけのものですね、を用意してください。で最初に私は返り点がついてる方のものを見て書き下し文を書いていました。でその書き下し文が合ってるかどうかっていうのを丸付けする感じで確認します。でその時に音読をするんだけど、返り点が振ってあるものを見ながら音読をします。でそれまたこれも録音しておいて、正しい書き下し文と自分が録音で言ってたことが合ってるかどうかっていうのを確認して、違うところがあったらチェックするっていうのをしてました。でこれを何回かやったら、今度は白文の方を持ってきて、白文を見ながら音読をします。でそれがまた合ってたかどうかっていうのを録音しといて、書き下し文と付け合わせて確認をしました。で正しく返り点を振れるようにするっていうのも大事なので、最後その白文に返り点を振っていくっていうのをして、で返り点が振ってある方の紙と見比べて、ちゃんと正しく振れてるかどうかっていうのを見てました。あとは漢文って句型が大事だと思うので、その句型のワークとかは必ずしっかりやっていて、それは完璧にするようにしてました。漢文って最初とっつきづらく見えるんだけど、実は一番コスパのいい科目だと言われていて、覚えることが実はそんなに多くない割に得点がしやすいっていうことで、めちゃくちゃコスパのいい科目なので、ぜひ得意になってしまうといいと思います。で次、理科の勉強法ですね。理科はまず読み物っぽい簡単な参考書で流れをおさらいするのがおすすめです。教科書だとね、ちょっと読みづらかったりすると思うので、こんな感じの参考書とか読むと結構わかりやすいかな。私はこういうのを読むようにしてました。でこれで流れをなんとなくおさらいしたら、ゴールとしては自分で絵とか表で説明できるようになることっていうのが理解のゴールだと思うんですね。
特に中学校とかそうだと思うんだけど、実験の内容と結果と考察っていう3つをセットでしっかり覚えられているかっていうのをチェックポイントにしてみてください。で、理科はたくさんのワークの問題とかに当たるのが大事だと思っているので、なるべくそういうものをたくさんこなしていく。で、やっていくうちにここ苦手だなとか、何回やっても理解できないなってところがあると思うんですよ。で、そういうところだけを私はまとめノートにしていました。ニオリンカフェではおなじみの C ノートという自分専用参考書ノートなんですけど、こんな感じで、まあ、ここででもイラストで自分で描けるようにするんだけど、実験内容何をしたのかっていうのと、結果はどうなるのかっていうことと、でそれのまあ考察解説、どうしてそうなったのかっていうところっていうのの3点セットのを覚えるようにしてました。実験とか観察の内容は自分でイラストを描く、で答えを隠してみたりとかっていうのをやってました。なんか理科のまとめノートの作り方わからないっていう質問結構いただくんですけど、私としては、まあ、こういうイラストを入れるとか、その3点セットを抑えるみたいなところに注意すれば、そんなに難しくはないんじゃないかなって思ってて、でなんか自分で書くの大変なやつはこんな風にコピーして作ったりとかもしてましたね。で、これ中学の時のノートなんですけど、高校というか大学受験生時代のノートはこんな感じですね。こちらは赤シートで隠せるように、これオレンジペンで書いてたんだけど、自分の苦手なところだけはこうやってまとめるみたいな、これ生物だけどねっていう感じでやってました。なので基本は問題をたくさん解く、で苦手なところはノートにまとめる、でそのノートを何回も見返すっていうのが大事です。ノートにまとめるだけじゃね、何の意味もないので何回も見返すようにしてください。最後、社会ですね。社会はこれも理科と同様で、読み物系の参考書で流れをおさらいするといいと思ってます。特に高校の教科書とかってすごい読みづらいと思うんだよね。私は高校の世界史とか日本史の教科書ってめちゃくちゃ分かりづらいなって思ってて、例えばこういう参考書とかを読むと結構理解が深まると思います。私はこれ結構おすすめですね。で、中学の時は私は教科書を何回も読んだり書いたりしてました。読んで覚えるタイプの人は基本教科書を何回も読めばいいと思っていて、ただ私は結構書いて覚えるタイプの人間なので、効率としては正直あんまり良くないとは分かっていながらも、教科書を見ながら自分でなんかこう殴り書きでノートになんか流れをまとめて、でそれは別になんかまとめるっていうか流れを手で書いてみるみたいな、図解してみるみたいなことを中学の時はやってました。まあ、ちょっとこれ時間がかかるのでおすすめする方法ではないんですが、まあ、読んでも覚えられない場合は書いても全然いいと思っているので、それは自分に合った方を選んでみてください。で、社会も理科と同様にワークとか問題に当たってください。で、もし高校の世界史とか日本史だったら一問一答を重視してほしい。特に世界史なんかは一問一答ってすごい大事だと思っていて、こちらの参考書を使って何周もしてました。で、あとは問題に当たったり一問一答やってみたりして、どうしても覚えられないものっていうのは先ほどと同様にまとめノートを作ってました。社会のまとめノートで言うとこんな感じかな。これは中学の時の地理の分野ですけど、こんな風にね、どうしても覚えられないやつをまとめていました。なんか中学の歴史だとこのなんか文化のまとめとか、これを何回も読み返すみたいなことをしてました。で、まあ、社会も高校生というか大学受験生時代の時はこんな感じで苦手なところを小さいファイルにまとめていました。これを赤シートでね、覚えるっていうのをやってましたね。地図とかも大事だと思ったので、こういう風にやったりとかしてました。理科と社会はやっぱある程度こう図にしたりとか、世界地図覚えたりとかっていうのは大事だと思います。ということで、5教科の基本的なテスト勉強の仕方をお話ししてきました。今度ね、5教科の普段の勉強法、例えば予習とか復習、あと授業の受け方というところをまとめた動画も出そうと思っているので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。動画のリクエストなどはぜひコメント欄とか公式 LINE とかで教えてくれると嬉しいです。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。